ちは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。今日のセルフケアは巻き肩ですね。巻き肩の、解消、解放をするセルフケアをご紹介していきたいと思います。今の時期どうしても寒いのでこう丸々あの形になりがちなんですけど、そうするとまあご覧になってもらうと分かる通り、肩がこう中に巻いてしまって、姿勢が悪くなったり肩こりになったり立ってしまったりするので、その解消のセルフケアをご紹介していきたいと思います。でやり方は本当にものすごく簡単な方法になりますので、ぜひやってみてください。それでは早速やり方の説明をしていきます。でまず最初、ケアする側の方の手のひらをこうですね、天井、まあ空ですね、空の方に向けていただいて、で反対の手をここですね、胸です。で鎖骨の真下のところに触れていただいて、そのままダラーンとしてください。でダラーンとしたところから、そのまま手を前後にブラー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 、まあ、これだけです。ブラー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 、揺らすだけですね。 OK です。でその後今度はこの、まあ、手のひらを返したままです。返したままでこの手の胸に触れてた手を今度はこちらですね、耳たぶです。耳たぶをこの指で、どっちもいいです、人差し指と薬指でも薬指と中指でもどこでもいいので、指の間で耳たぶを挟んでいただいたとこ、挟んで触れてください。で触れたままで手のひら返したままで、前後でブラー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 と揺らすだけになります。でそれすることによってここですね、胸周りが解放することによって、先ほど言ったその寒くなるとこうなる、縮こまった胸を解放することによって巻き肩のケアだったり、まあ、猫背のケアだったり、まあ、肩こりの解消のケアになると思いますので、ぜひやってみてください。はい、リンパケアサークルゆるふわの方では SNS、Twitter、Instagram、Facebook やっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。あと、こちらの動画が面白いと思いましたら、YouTube のチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後にリンパケアサークルゆるふわでは、佐藤式リンパケアのセルフケアや考え方をご紹介しておりますので、こんなの聞きたいよっていうのがもしございましたらコメントをしてみてください。そちらにお答えしたり、それを参考に動画作ったりっていうことをしていこうと思いますので、ぜひお気軽にコメントをしてみてください。はい、以上です。ありがとうございました。